しました。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは開幕戦を終えて振り返っていかがですか？そうですね、まあ本当に開幕っていうのは、まあ、独特の雰囲気の中で、まあ、その中でもホームでやれるっていうアドバンテージがあって、本当に勝ち切れたってことが本当に一番の収穫かなっていうのは本当に思います。こう、まあ、迎えるとき、まあ、ファジアーノの一員としてあのシースタの雰囲気っていうのはいかがでしたか？まあ、本当にたくさんのサポーターの方々が来ていただいて、本当にすごいいい雰囲気でしたし、まあ、これが本当に、まあ、ホームの力になるっていうのを本当に感じましたし、まあ、そういった意味で本当にチームが本当に、まあ、あのスタジアムで本当に一体となって、まあ、戦えたことが本当に勝ち点差につながったっていうのを本当に感じています。白井選手、まあ、今年ファジアーノに来てまずどんな思いでこの決意を持ってこられたんですかね？そうですね、まずは本当に一選手としての本当に成長を考えてこういう決断をしましたし、まあ、本当にファジアーノ岡山で J1 に上がりたいっていう気持ちでこういう、まあ、移籍をしてきました。水戸では高卒から6年間ですかね？そうですね、はい。水戸でのこの6年間っていうのはいかがでした？まあ、本当にいい時もあれば悪い時もたくさんあって、まあ、その6年があったからこそ本当に今があると思いますし、まあ、でもそこの6年で培ったまあその力っていうのを本当に岡山で出さないといけないっていう強い気持ちで来ましたし、まあ、さらにもっともっと成長するために新しい環境でその6年を無駄にしないように、まあ、本当に頑張っていきたいと思ってます。こう水戸に入られた、まあ、プロ入りした時っていうのはどんな思いでプロ入りされましたか？そうですね、本当にまあシンプルにプロになりたいっていう気持ちが一番強くて、まあ、慣れた時本当に実感というよりも本当にやっとスタートラインに立てたっていう気持ちが一番大きかったですね。実際に、まあ、6年間やってきてその培ったものってどんなところが一番大きいと思いますか、水戸では？まあ、そうですね、まあ、本当に一番違うのは本当に自分がこのサッカーをプロでやってるっていう、そういうまず意識が全然違いましたし、まあ、高校生から本当にプロになった途端に、まあ、周りの選手、そういうベテランの選手を見ながら、まあ、毎日練習していると本当にそのサッカーに取り組む姿勢っていうのが本当に今まで自分が考えてたものと全然違いましたし、まあ、そこでどう生き残っていくかって考えた時に、まあ、自分のその、まあ、努力の質も変わりましたし、まあ、本当に一番本当に人間的にも大きくなれたかなと思ってます。白井選手自身としてはどんなところが、まあ、どんな能力が自分で生き残れると思ったところでしたか？まあ、まずは本当に上手い選手がたくさんいる中でそういう選手にどう勝つかって考えた時に、本当に自分はもともと走れる選手だったので、そこをどうストロングにしていけるかっていうのを、まあ、考えましたし、そこを強みにプレーしましたし、まあ、その中でさらにその質を高めることによって周りの選手にも差をつけられると思ったので、まあ、そういうもちろん技術的な面でもそういう選手に負けないように努力しますし、まあ、他の部分でもストロングでそこから選手に勝てるところを自分でも作らないといけないと思ったので、まあ、そこは本当に強く意識しました。まあ、実際その今回このファジアーノに移籍する、まあ、献身性というところを強く言われてたと思うんですが、やはりその辺はじゃあずっと自信を持ってやってきたところではあるというところ。それまず自信を持ってやってきたっていうのは、まずそこが自分の強みだと思って、まあ、そこを自分で意識的にやっていることなので、まあ、そこをさらにもっと、まあ、強い意識を持って高い、まあそのまあ、ただ献身的にやるだけじゃなくて、今どの時間でどういう、まあ、動き出しをすればいいのかっていうのを常に考えながら、さらに質を高めればいいかなと思ってます。こう、まあ、ファジアーノで入られて、こう実際にその、まあ、この間の開幕戦とか、まあ、攻撃に出てくる場面も多くて、そのあたりっていうのはやはり意識されてたところですか？そうですね、まあ、本当に攻撃においても、まあ、守備においても、まあ、厚みを持たせることが、まあ、自分の仕事だと思ってますし、まあ、そういった面でチャンスがあれば前に出ていけるシーンをもっと作れればいいと思いますし、まあ、あとはそこの高い位置に入った時の最後の質っていうのはもっともっと上げていけないといけないと思ってるんで、まあ、そこはもう本当に練習するしかないと思っているので、そこをどんどん上げれればいいかなと思ってます。
こうまあ守備の面でもかなりチャンス向こうのチャンスを潰してたところもあったと思うんですけども、その両面を見てるっていうのは何かこうそこで意識してることって何かあったりはするんですか。まあ、まずそのゲームの展開で次どうなるかっていう本当に予測が大事だと思ってますし、まあ、次は本当にいかに考えて予測して、まあ、相手の動きを本当に見れるかっていうのが一番重要だと思ってますし、まあ、まだまだそこの部分においてもまあ本当に相手の予測が当たるときは本当にボールを奪える局面っていう思いますし、まあ、そこで本当にずれたときとかに本当にかわされたりっていうシーンも全然あるので、そこは本当にここからまあ、もっとそこもストロングにできるようにやっていきたいなと思ってます。こうなんか、まあ、理想としているボランチのボランチ像みたいなのってあるんですか。こういうボランチがあるんですか。まあ、本当にそれはチームに欠かせない選手になるってことが本当に一番重要だと思いますし、まあ、ボランチは本当に中央にいる選手なので、まあ、本当にチームを助けられるような選手になれればいいかなと思ってます。まあ、開幕戦終わりましたけど、よりよくこうチームがなっていくために今必要なことって何だと思われましたか、開幕戦を終えて。まあ、まずは本当にそんな急に良くなることではないと思うので、日々の練習がそのやってきたことっていうのを本当にいかにそのピッチの中で選手全員が表現できるかっていうのが一番重要だと思いますし、まあ、そこの本当に自分たちがやってきたことをどれだけできるかっていうのに限ってると思います、限られると思います。実際こう今まあ、開幕戦を終えて、そのまあ開幕戦のスタジアムの雰囲気と、でまたごめんなさい、これ放送が次の来週なんですけど、次のホーム戦でこうどんなサポーターにどんなプレーを見せていきたいと思ってますか。まあ、まずは本当にサポーターが見てて、まあ、心を動かすような試合っていうのは選手はできると思いますし、まあ、その中で本当に一番サポーターに届けたいのは勝利、勝ち点3ホームですし、そこを本当に届けたいと思ってます。白井選手自身として今シーズンはどんなシーズンにしたいと思っていますか。まあ、必ずその42試合終わった時にチームが J1 上がってられるように、まあ、そこを常に意識してやっていけたらなと思ってます。去年水戸最後の試合でちょっと悔しい思いをしました。あのあたりの経験というのは今どんな経験として残ってますか。まあ、そうですね、まあ、去年、まあ、ああいう状況でシーズン終わって、まあ、本当に悔しさが残りましたし、まあ、でもその1点というのはどこに本当にかかってるかっていうのは本当にシーズン通して毎日の練習積み重ねが本当にああいう一点になってるかもしれないですし、まあ、そういう本当に言い訳を作らないためにもいい準備をして臨みたいです。今シーズンの目標を最後に教えてください。まあ、本当にチームとしては絶対に J1 昇格を目指してやっていくことと、まあ、個人としては本当に、まあ、攻守においてバランスを取った中でも、まあ、チームにために10得点以上のプレーに絡むっていうのを本当に自分の中で目標を立ててますし、まあ、それを本当にクリアできるようにやっていけたらなと思ってます。はい、OK です。ありがとうございました。